どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はダウンロードコンテンツ第6弾のキャラクター、ガープ、やっていきたいと思います。パワータイプで使いやすいと思うんですけども、どうでしょうか？俺が行く。それでは、ガープ行きましょう。ちょっとチャージ位置を試したい。この力、慎みはせん。あ、ちょっと、ためができないんだ。強き者よ。ちょっと待って、これちょっと想像と違う。円骨流星群はどんな感じ？いや違うな。ちょっと想像と違うな。もっとガシガシこう落ちてくるもんかと思いきや、そうガシガシ落ちてこないね。オッケー。うん、火力ある。火力は全然すごい。オッケー。行こう。してやられたな。いい感じ。次は誰が相手だ。あ、ちょっと原骨流星群これ失敗したな。もう覆す。じゃあ、どうしよう。攻撃範囲はすごい。楽にしてやる。温存した力。無敵貫通する？無敵貫通するかも。おっしゃ。おおすげえ。いいね。いいよ。本気バーストしてからのチャージ位置やばい。よっしゃ。やめて。やめて。ああ、なるほど。ゲージは若干ね、溜めにくいかも。あ、いや、そうでもないか。チャージ1をうまく当てれば全然溜まるね。これ以上の地位はいらん。いくぞ。じゃあ今日こそぶっ飛ばしてやろう。オッケー。うん、効果範囲広い。すげえ広い。一度仕切り直す必要があるか。ちょっと待って、まあゆっくり行こうか。この三大将との会話ちょっと楽しみだ。おハキたまった。通常でハキはたまったね。どんな会話すんの？これ以上の地位はいらん。お前の正義を見せてもらう。特大チェック。おお、倒した。いや、なぜか三体一気に倒したんだけど。革命軍の手で。オッケー、じゃあここ行くぞ。自分と戦ってみよう。ああ、食いしばり。あれ、ガープがいない。あ、これ後ろに判定がないんだ。オッケー、行きましょう。正義は滅びんぞ。あ、でもやっぱりね、覇気は溜めてた方がいいね。これ以上の地位はいらん。常に本気バーストで動きたい。うん、ポンキバーストはめっちゃ強い。いいね、いい火力。いいね。この原骨流星群がちょっと、おお、いや当たれば強い。俺に恥かかせやがって。でも、カイドのドラゴンフォルムみたいに当てやすくはない。まあ、あれがちょっと異常だからな。でも強い。半端じゃない。火力がすごい。死ぬも生きるも天任せよ。うん、でチャージ1のゲージの溜まりが結構すごいから、ガープもチャージ1を起点として戦っていって OK ですね。
ちょっと待って、こっちにエースがいるんだろ。いた。じゃ変なとこにいたな。これ以上の地位はいらん。なんか喋る？じゃあ、ジジイ、邪魔すんな。これで決めるか。どりゃ。原骨流星群。もし。覚悟いいな。炎上の。やっぱりだ、やっぱりだ、やっぱりだ。見ろよ。やっぱり。ロギア貫通する。これは使いやすい。これでわかったか。いいね。立派な海兵を目指せ、エース。お前の強さ。本気バースト時の火力がすげえ。オッケー、サボも一緒に行こうか。当たるか。いや、これ後ろに判定がない。暴れるのはやめてもらおうか。よし、目が飛びてそうでした。私、目ないんですけども。ガダ、オッケー。サボどこ。物には必ず当てがある。特大チェック。はい、ちょっとゲージを貯めて最後行きたかったけども、仕方ない、ゲージは溜まってない。まあまあ最後に一気に貯めましょうか。いい戦いっぷりだ。孫と共に海兵を目指す気はないか。その強さ、心強いな。でも戦い方は大体分かった。ああ、原骨流星群はちょっと失敗だったけども、うん、基本チャージ1でゲージは全然貯めれるね。おお、いいね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 、いいよいいよ。いけんいけんじゃない。すごい、ひどい、ダメージがひどい。でロギアのサボももう速攻で倒せる。やるじゃねえか。はいはい、そろそろ本気で行こうか。終わりだ。食いしばり、当たってねえ。当たってねえけども、この縄張りは俺が守ろう。これでおしまい。はい、ということでガープでした。ガープいいですね。ロギアを貫通できるっていうところがものすごく良かった。で、通常でも覇気を貯めていって、でチャージ1でゲージを一気に貯める、で本気バーストをして、攻撃していく、まあその流れでやっていくといい感じになると思います。まあ大体戦い方は掴んだかな。次はだいぶ早くいけそうな気はします。ガープ良かったです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。